浅井レンジも美味しそうな気もすんねんけどな。激振りですね。おっしゃ、来た。おっ、来た。おっしゃ。来た来た。オッケー。おっとぜ。秋の池原に奥村はモンスターを求めた。全国からモンスターバスを求めアングラーがやってくる奈良県池原ダム。6ヶ月ぶりの池原、今の状況は。まあ、6ヶ月ぶりとはゆえ、その6ヶ月前の池原もいつぶりやねんっていうぐらいなんで、ただまあその春と比べてももう一目瞭然で、水位がフル満水まあでもちょっと今年台風の影響で水が結構入れ替わったりとかしてるんで、で濁りも入ってて、年間1年通してみて結構夏とかも良かったみたいなんで、ただまあ例年だとこの時期はもう全く釣れないという感じなんやけども、多少濁りが残ってるんで、まあライトリグとか入れたらとりあえずノーフィッシュは免れるっていう風な感じみたいです。ただまあ厳しいのは厳しい、ちょっとレンジも魚のレンジも深いみたいなんで、どうなるか分かんないですけどね。で、昼から土砂降り、土砂降り、土砂降り、夕方はもうやばいレベルなんで、まあまあちょっとね体調も思わしくないんでしんどいんですけど頑張ります。最近奥村さん行くとこ雨多いみたいなツイッターで結構皆さん、最近じゃない、もう昔、昔からですか。もうあんなもんはあの何とばっちりや過去に経験したことがない水位、さらに体調不良、夕方からの大雨予報、このハードな状況を奥村は打破できるのか。最初にやってきたのは白川筋。この流木を突破するのに小1時間ぐらいかかりそうだね。それする、えぐいな、距離にしたら相当あるなこれ。減水時、陸地にあった流木が満水により湖面を漂う。とにかく行けるところまで行ってみた。どうするこれ、風向き変わったら帰れんくなる。もうすぐそこに大岩が沈んでるんやけど、よいしょ、いやいやちょっとこれはいや、もうすぐそこやし、あの菊本さんとかだったら絶対行くと思う。けど俺は嫌や。朝からトラブりたくない。朝5時集合言われたから
越しに来たけど、ちょっとね薄暗いうちからスタートしたけど、はい、予想以上に濁ってるし、はい、水位もめちゃくちゃ高いからちょっと勘狂うね。あ、うん、景色が全然違うし、もう濁り多少残ってるとは言っても取れてるんかなと思っててんけど全然濁ってる。まあ白川筋に関しては他の筋は分からんけど。来た道を引き返せ。ちょっとここ岩盤がおかえりか少し張り出してるんでやってみます。リバウンドスティック新しい、うん、ストレートワームやのにめちゃめちゃ動きよん。ありえんぐらい動きよん。さらに準備は続く。もっとオーバーハングがあったらこのプルフラットバックスライドで滑り込ませようと思ってたけどそんなにオーバーハングないね。こんなもんね。で濁りなのでスピナーベイト、ヒュージスピナーベイトです。海外の巨大魚用に作ったやつ。準備を終え、まず手にしたのはリバウンドスティックのリーダーレスダウンショットリグ。ボトムまで落とし、ゆっくりとズルビク。リーダーレスダウンショットリグを選んだわけは、テキサスより引っかかりにくくてなおかつ垂直に落ちてくれるんで、まあ、リザーバー向きですね。もうでも全然頭回らへん。ひらめきもなんもないわ。体調不良が奥村を悩ます。やばいな、今回はもう完全試合になりそう。あの朝一この時期難しいっておっしゃってたじゃないですか。うん、それはどういうところからなんですか。とりあえず池原の魚はこの時期来へんちゅう話ですわ。現場の人はそういう点やから間違いないよ。いや、それはターンオーバーは日本中どこでもするからね。うん、ターンオーバーは釣れない理由にはならへんし、まあ、強烈なターンオーバーはね一時的に食わんくなったりするけど、急激な変化になると。撮影は9月下旬。この季節の池原は食わない。いかんともしがたい定説に奥村は真剣に挑んでいた。次に手にしたのはコーヒージューワームのカバースキャット。チンコ。多分この色を発売したからやな。チンコって言われるようになったんはグリパの時はうんこやったもんな。そんな風に言われてるんですか。インスタとか見たらめっちゃ書かれてる。けどあのちゃんと超過が伴ってるから、うん、特に野池で釣りしてる人が多いね。
やっぱ対岸のオーバーハングとかにぶっ飛ばして。色、形に関しては明言を避けるが、実績は高いようだ。全く釣れるくせへん。そう言って奥村はゆっくりと下り始めた。ルアーは世界標準対巨大魚用ヒュージスピナーベイト。正直ちょっとここまで流してきたストレッチっていうのはそんなには期待してなくって、この先にあるあの岩盤の水中の張り出しと、そのちょっと向こうにこうあの岩盤の壁がペコってえぐれてるところがあって、うん、そこをやりたい。橋脚の手前、奥村はロッドを持ち替えた。リバウンドスティックのリーダーレスダウンショットリグ。これやったかな。これやな。遠い記憶を呼び起こしていく。多分ここやったと思うよ。GPS もないし、サイドスキャンもないし、真上を通らないと何もわからない。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は、釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員には、もっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。